皆さんこんにちは。顔はキモメン、声は NHK 人生は巨大迷路、インターバン6004です。私はですね、今青森駅の駅前に来ています。今日行くところがですね、20世紀末に一世を風靡した伝説の廃村、杉沢村でございます。これが青森駅前ですね。そしたらですね、駅前通りの方ですね、まず進んでいきたいと思います。青森はね、この駅前通りはすごい都会感がありますね。超都会青森という感じがします。そしてこのアウがすごい派手ですよね。これが市役所だっていうんですから驚きですね。まあ北見の市役所もパラボですけどね、まあそれはいいや。この駅前通りだけ見てると本当にね、政令指定都市クラスの都市に見えます。ただ昨日僕青森の夜の街をですねちょっと歩いてみたんですけど、駅前通りから一本横にずれるとね結構暗かったりするんですよね。ただこの駅前通りは都会だなっていう感じがね本当しますね。超都会青森でございます。とりあえず直進して、市役所の前の通りを右折ということになりますね。はい、それでは先に進んでいきましょう。まあ青森のこの商店街、駅前通り進んでるんですけれども、またこの両サイドのこのアーケードがなんか神殿みたいですね。すごいなんかね独特の風景になってますね。やっぱりこのアーケードの高さが2階まであるんですよ、青森のアーケードは。それがなかなか、まあ、壮観というかですね、見応えのある風景を作り出しているのかなという感じがしました。そしてこれですね、これをまずは右折していきます。いや、右折してもね、なかなか片側3車線の立派な道路が広がっていまして、さすが青森の首都、超都会青森という感じがします。県庁所在地ともなればですね、やはりその規模は大きいなという感じがします。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この辺まで来るとだいぶねビルの背の高さが低くはなりますけれども、はい、とりあえず赤信号なんで止まります。はい、それでは先進んでいきましょう。また目の前にですね、跨線橋があって、あれで線路を越えていく感じになります。青森は2方向鉄道に囲まれた中心部なんだなということをですね、実感します。それにしても随分ね、でっかい跨線橋ですね。でっかいというか長い感じがしますね。なんか大きい川でも渡るのかなっていうような、そういう跨線橋です。青森中央大橋という名前が書いてあります。これを過ぎるとですね、郊外になってきたなという感じがしますね。
森市内の方が、八戸市内よりも圧倒的に走りやすいなっていう感じはしました。駅前の一部だとかはちょっとね、やたら道が狭いところもあったりはしたんですが、総じて青森市の方が走りやすい。そして後ろから小さめの消防車がですね、うー言いながらですね、私の横を華麗にスルーして、今スルーしていったところですね。しかしあれ1台でどこに行くつもりなんでしょうね。でもなんか火事もしくはそれに準じるものがあるからこう走っていってるわけですよね。はい、それでは先に進んでいきます。この道路はおそらく青森市中心部から、青森中央インターとかに抜けていくのが大事な幹線道路なんでしょう。交通量も多くて道幅も広くてですね、なかなか道もまっすぐで結構北海道的な道路ですよね。ここね、北海道にこういうところありそうな感じの道路です。あとはね、何をやっていくかっていうところになるんですけれども、まずね、僕がやりたいなと思っているのが、何かを食べ物を購入してですね、ついでに杉沢村の場所をですねナビにセットをしたいなと思います。こっから先ね、結構複雑ですからね、道がね、ここから先は道が複雑なので、ちょっとナビなしではたどり着けないんじゃないのかなという感じがしています。この青森シリーズの何といってもメインが杉沢村ですから、私的にはね、杉沢村を撮影するために青森に来たといっても過言ではない。だんだんなんかこれ店少なくなってくる感じなんじゃないでしょうかね。唐山がある、唐山でいいかな、唐山でいいかもしれないな、もはや。とりあえずね、対向車線に唐山があったんでそこ入ろう。それ逃すとこの先はなんかね、商業施設がガクッと少なくなるっぽいので、ここで U ターンだな。はい、ここで U ターンと。唐山ハイムの別以来か。右のでっかいビルは農協みたいですね。農協の多分青森における中心的なビルなんだと思います。はい、そしたらとりあえずね、唐山まで入れるのがプロローグ編ですかね。もしくは青森市街地車載動画編その2だな。はい、駐車していきます。下り列車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。下り列車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。